久しぶりにここの先頭で信号に止まりましたね。まあ、ここ先頭で止まればね、ここ右に入るのも楽なんですよね。と言っても、というのもあのバイクの方が絶対発進早いんで、車より、まあ、普通に運転してたらね、うん、まあ、車を急発進してきたら分かんないけど、あの、うん、普通に加速する分にはやっぱりバイクの方が軽いから早いんですよね。日も落ちてるから涼しくて快適です。快適すぎるな、本当に。雨も降ってないからレインコート着てないし、ジメジメ感もないし、今日すげえ快適だな。天気予報によると今週末はずっと雨だったんですけど、一応土曜日はまた 雨がついてるんですけど、日曜日はなんとか曇りになってるんですよね。まあ日曜日曇ってくれてもっていう感じではあるんですけど、次の日仕事なんで。まあでもそれこそこのもうだいぶ前におすすめいただいてる国道30、国道だっけ県道だっけ忘れたんですけど、35号線か何か、まあ、快適な道があるって話なんで、そこは走りきたいかなと思ってますね。あと金曜日の夜がね、曇ってくれれば金曜の夜もナイトツーリング、恒例のナイトツーリングに行きたいんですけど、どうなることやらって感じですかね。あれ今日は晴れてるというか、まあ曇ってるんで、ちょっと買い物に行こうかな。一旦家帰って、買い物袋持って、近くの、OK に行こうかなと思ってます。ここ最近毎日食べてるあのインスタントラーメンの在庫をちょっと復活させようかなと、なくなってきてるので買い足しに行こうと思ってます。いやー夜は快適だ。このぐらいの気温だったら本当ね、夏のジャケットいらないんですよ。夏専用のフルメッシュジャケットとかいらない。全然快適に走れる。やっぱもうこれね、夜行性になるしかないかな関東に来たからには。まあ九州の方が暑い、いや関東の方が暑いのかな、気温はちょっと分かんないけど、まあでも九州だと暑くても快適に走れるから風が当たるんですよね。風を受けれるからまだ全然、暑くても涼しいみたいな感じになるんですけど、走ってる間はね。関東も車多すぎて昼間はマジで本当にただ暑いだけになっちゃうから、風受けれなくて、やっぱそれがね。あと景色も全然違うし、やっぱ九州いいよな。バイク乗りにとって九州はやっぱ最高な土地なんだなってのは思いましたね、こっち来て。まあまあ薄々予想はついてましたけど、やっぱり夜の交通量が少ない時にこっちでは走るしかないなって感じ。このラーメン屋さんうまいのかね毎日目に入るから一回食べに行ってみたいなと思ってるんですけどね、なかなか機会がないです。ということで久しぶりの買い物行ってきました。じゃーん、久々にパン割引でちょっと買ってしまいました。そしてお茶2本とさっきの、3食ね。そんな感じ。熱っ、お風呂入ろう。ちなみに時間は8時32分ということで、お風呂入ってきたんで晩ご飯、今日はまあ3つ買ってきたけど、あまりのこの塩ラーメンを食べたいと思います。あとはお汁。
ということで今日もいつものこの感じね毎日この景色撮ってる気がする。それではいただきます。魔法汁はいいんですけど今日はちょっとこの辺で Vlog が短いですけど終わりにしたいなと思います。昨日ね、昨日Vlog について語った動画があるので、それの編集をしないといけないんで、今日は、まあ、今日の Vlog と、昨日撮った Vlog について語ってる動画の編集、これをやりたいと思います。で、まあ明日金曜日なんでね、今週最後の仕事なんで、また明日も一日頑張っていきたいと思います。ということで、ぜひ高評価とチャンネル登録して毎日チェックしていただけると幸いです。それじゃあまた明日、バイバーイ。Ready to rescue me if I go out of track. You can get away with it. Could you make me